これから超重大発表を行わせていただきたいと存じますこの方の出演が決定いたしましたあちらをご覧くださいカ仮面ライダー一号本郷武史役藤岡弘さんです 仮面ライダー元祖一雄を演じました本郷大輝を演じました藤岡弘ですどうぞよろしくお願いしますどうも。 仮面ライダーセイバー神山トーマ役内藤周一郎です本日はお集まりいただきありがとうございます今日一日よろしくお願いいたします、えー、機械戦隊全開者全開座五式田開人役駒木に聞いたです、えー、本日は暑い中、えー、スーパーヒーロー戦記完成報告会イン in 時和装にお越しいただきありがとうございます、えー、この作品の素晴らしさを最大限にあの伝えられるように頑張りますので今日は一日よろしくお願いします はい、えー、謎の少年を演じさせていただきました「鈴木福ですす今日はよろししくお願いします仮面ライダー50周年分」と「スーパー戦隊」45作品分のそのトップに自分が立つっていうのを初めて聞いた時は正直ちょっと不安しかなかったんですけど「仮面ライダー」として1年間「ライダー」やらせてもらったのでその気持ちをインする前にはなくして自分がこの作品の顔になるんだ自分がこの記念すべき作品の顔になるんだっていう気持ちに変えてから クラン,クインさせてもらいましたそうですね素直な気持ちはラッキーって感じでしたねなんかこうやって受かったたまたま受かったこの45作品っていうスーパー戦隊の節目でなんかその前後だったらこう,やったこういったなんか大きな出来事にならなかったなって思ったら本当になんか恵まれてるなって思いましたしなんか嬉しさ全開でした。 はいえー、僕は本当3歳とか4歳の頃から「仮面ライダー」と「スーパー戦隊」をずっと見てきてあの本当に嬉しかったんですけどあの5年前の,周年の「仮面ライダー45周年」の雑誌のインタビューの時にあの5年後には17歳になるのでどんな役でもいいのであの仮面ライダー作品に出たい。 言っていたのがあの通行人でもよかったんですけどまさか本当にこんな大きな役でやらせていただけるなんて思ってもいなかったので本当に嬉しいですかなり謎の少年ということで、はい、もう謎に包まれた最高に謎の少年をやらせていただいてます映像を見た時にやっぱり50年分のライダーとあのスーパーセンター45作品分のがあのやっぱ同時に。 バシッと揃うところがあるんですけどそこを見た時は正直鳥肌立ちました、ね、だしやっぱそこのトップに自分が立ってるっていうのを現場でもやっぱりすごい興奮はしたんですけど映像で見てやっぱ自分がそこにいるっていうのを改めて感じたら感謝の気持ちとか僕は感動しましまたちょっとあの何、ー、だろう習君も言ってたんですけど「鳥肌が立つ」 ってていうのはマジですごくて最初から最後までずっと鳥肌立っててもう通りでしたね通りでしたで台本を読んで撮影している段階でもなんかワクワクはしてたんですけどやっぱり出来上がったものを見てみたらなんかすごいグッとくるものがあるというかしっかりなんか歴史の詰まった本当にとてもとても大きな作品なんだなっていうのを改めて感じましたしなんか前も言った気がするんですけどなんか すごい自分たちが誇れるものっていうか皆様にこうやって胸を張ってお届けできるものっていうのは多分そんなに多くはないのかなって思うのでなんかそれでやっぱり多分他のみんなもそうですし僕自身こうやってたくさんの方に見てほしいって堂々と声を大きく言えるのはほんまに 数少ない作品だと思うのであのぜひあの完成したら多くの方に見てほしいなっていう気持ちですね,、はい、そうですね僕は本当にちっちゃい頃から34歳の頃からずっと見続けている分その一人一人の「仮面ライダー」「スーパーセンター」への思いっていうのはすごく強いんですけどその分何て言うんですか、まあ 期待を裏切られる部分っていうのも出てくるのかなと思ったんですけど全くそんなことなくって本当に一人一人が際立っていてあの本当に全員が揃うシーンは本当に鳥肌もんですしあの今、見に行くか見に行かないかを迷ってらっしゃる方は本当に見に行かないと損だなとあのファンとしてあの確実にこれは言えます。 そしてあの僕自身ずっと好きだった「仮面ライダー」と「スーパーセンターの世界にあんなふうに一緒になっているっていうのが本当に不思議でしょうがなかったんですけどでも本当にあのこの45作品50周年という節目の作品に出れてよかったなっていうのとまあ見終わった後に本当に素晴らしい作品だったなという感想しか出なかったぐらい本当に素晴らしい作品なので。 本当にに皆さんに見てほしいですこれから超重大発表を行わせていただきたいと存じますなんとこの方の出演が決定いたしましたあちらをご覧ください 1> 1号本郷武志役、藤岡,さんです藤岡さん、早速ですが、ご挨拶を頂戴できますでしょうかいやーこのトキワ荘をバックに、えー、感慨深いものがあります。 えー、50年前にここから石森先生の作品、仮面ライダーが生まれたと思いますと、なんか感じるのがありまして、ちょっと、えー、こうみ上げていくのもありますね、えー、初代、えー、仮面ライダー元祖一号を演じました、本郷竹師を演じました藤岡弘です。どどううぞよろししくお願いしますどうも 石上翔太郎先生とはお会いになったことがあると存じますが思い出に残っていらっしゃるエピソードなどありましたらぜひ教えてくださいそうですね当時の中で一番思い出に残っているのは一緒に撮影したことがありましたね、えー、イソギンジャガーだったかな、その時監督なされた時に藤岡君、子供たちに焼き付いた。 その感動と思い出は子供の一生を左右するから真剣に取り組んだ方がいいよって言われたことそれを思い出しますねそれと「仮面ライダーは先生いつ死ぬんですか?」って私が尋ねたら笑いながら「仮面ライダーは永遠に死なないんだよ」というこれが私の中でえ心に焼き付いております、は。い いやー仮面ライダーをこれから背負っていくわけ、そのヒーローとして、これから多くのこれから日本や世界、これから未来を背負っていく子どもたちに与える影響力を考えて、そこを自覚してもらいたい、愛と誠意と勇気と感動と希望と夢、これを伝えていくヒーロー、そしてまたそれを伝えていく役割、そういうい責任が伴うということですね。 これはとてつもない大きな荷物を背負うことになるし、これから世界未来を背負っていく子どもたちを失望させないように心して、そのことをいつも背負いながら、やっぱりこのヒーローに取り組んでもらいたい、またこれに関わ,った関わってもらいたいと、そういうふうに思いますね。僕はまあそれも石森先生から私に 残してくれた託されたもんではないかなとあそのように今感じておりますいや50年というと一言で言うと簡単だけど50年ヒーローこれほどのすごいヒーローがこの日本から始まって残って50年間やり続けてきた心ある大人たちがいたんだというそれはどれほどの希望と夢と 勇気や希望や夢を与えたか、影響を与えたか、その子どもたちが未来を作る、これが地球を背負っていく、世界を背負っていく、その発信がこの日本から始まってる、それがまだまだこれから続くということを、君たち、しっかりと胸に刻み込んで、はい、頑張ってくれよ。頑張ります。よありがとうございます。<な> ここの子たちがこれから未来を作っていくんでね多大な影響を与えるその責任をねやっぱりこう自覚してもらったっていうのは嬉しいですね。やっぱりねみんな子供の目線がずっと永遠に君たちを追っかけるからねその時代時代のヒーローにみんな心熱く思い出しながら頑張っていける勇気をもらってやっぱ仮面ライダーを思い出しながらどんなあね 環境どんなつらいその壁であろうと乗り越えようという気持ちになって人生をね立ち向かっていく試練に立ち向かうそういう子どもたちがこれから未来を作っていくんだねその影響を与える君たちなんだ選ばれたと言ってもいいね頼むはい初めてお会いさせ,たときさせていただいた時はその1年生で そしてまた、初めてお芝居で共演させていただけるのがその10年後に今、こうやって「仮面ライダー」という大好きな「仮面ライダースーパーセンター」の作品であの共演させていただけて本当に嬉しいですその鈴木さんはかつて藤岡さんからベルトをもらったことがあると聞いているんですけれどもあのなんか今日、藤岡さんに聞きたいことがあるんですよね。 そうですね、はい、あの仮面ライダーに僕はなりたいんですけどずっと仮面ライダーになるにはどうしたらいいいですか <laughs> いやぁ、福ちゃんがこんな時にね、もう仮面ライダー大ファンで、もう僕に会った時のね、あの時のこの表情は今でも忘れないけど、すくすくと成長してね、こんな立派になっちゃってね、やっぱ仮面ライダーを求めて、やっぱこの映像界にね、来たんだなと思って、本当に僕、今も嬉しい、感動してるんですよね。 そうだな、先ほども言ったけど、やっぱり仮面ライダーは愛と正義と勇気と夢と希望を与える存在、正義を伝える、それをね、やっぱり、そのためには人間としても、自分自身も成長する、成長していかなきゃいけない、そしてそのためには心や体、精神、それを強くしていく、そういう心がけてね、自分を成長させるために努力していく。 で自分を見つめながら、多くの人が見つめられて、これから自分によって多くの影響を与えられるんだと思いながら、与えるんだというその気持ちを忘れないで、一生懸命、自問自答しながらね、最大の敵は己であると、己の心、心の持ち方、心構えによって未来は変わってくるんでね、まず自分が彼もありも変わるという気持ちで、一生懸命、そういう夢を、希望を、 また今言った仮面ライダーのヒーローとして伝えることもあるし、そういうこともいろんな面で考えながら、これからも未来を目指してもらいたい。はい、はい、ありがとうございます。はあ、なんかこの時雨宗バックにいろいろ感慨深いものがありましたね。いやあ、50年前この時雨宗で石森章太郎先生が 仮面ライダーを生み出されて50年でしょそしてその50年間この仮面ライダーに魅せられた心ある大人たちが50年間このヒーローを作り続けてきたまさしくこの仮面ライダーを作った男たち私このプロジェクト X に取り上げてもらいたいそれぐらいな私はすごいことだと思ってますこの歴史はね これも世界にまで今影響を与えている先ほど言いましたけど日本いや世界までそしてこのヒーロー像まさしく世界の子どもたちを歓喜させたこれはねとてつもないことですよそれを日本から発信したそしていまだにこれがまだまだ多くの子どもたちの心を掴んで離さないまだまだこれは続いていくそしてそのメッセージは本当に この地球上、この世界からヒーローを絶対なくしてはならないというそれだけの大いなる内容が愛と夢と正義とそして勇気と希望、夢、感動を与え続けていくそれがこの子どもたちの心の中に刻み込まれてその子どもたちが未来を作っていく人生を影響を与えていく本当に子どもその時代時代のヒーローによって子どもは熱く ここに刻み込まれたことによって。人生を左右するほどの影響、多大な影響を与え。与えられ。それで生き抜いていける。どんなことにも負けない、逃げない、負けない、屈しない、諦めない、心を持って、勇気を持って。突き進む心を。ここで植え付けた。しかしながら、この。仮面ライダーの。ヒーローっていうのは、決して原点に立ち戻ると。栄光のヒーローじゃないんです。ショッカー。 悪魔の軍団に改造されて二度と人間に戻ることのできない悲しみと苦しみを背負った孤独な孤高の戦士なんですヒーローなんですでもそれでも諦めないで二度と俺のようなこのように改造されない人間を作らしてなるものかという孤軍奮闘傷だらけになっても戦い続けていくヒーロー戦士これが仮面ライダー1号の原点の姿だったんですそして 戦い続けるそれに子どもは感動し歓喜に振るわいながらそれをもってまた人生を歩むことができた子ども多々いると思いますそう思いますとなんとこの「トキワ荘」はここから始まったそしてちょうど50年この「仮面ライダー」の出発がですね、えー 第一回目初代仮面ライダー本郷毅を私が演じた第1回目の放送が1971年の4月の3日第1回目放送されましたその時私は病院のベッドでのたを閉まって聖書をさまよってましたまあそのような中で出発したんですがそれからね出発してそれでそれが私数ヶ月前にその50周年記念コメントをメッセージを出させていただきました その時になんとその夜一ノ瀬先生が夢枕に立って私をほ笑みましたなぜかそれが分からなかったその感動が私の中でこういろんなことを思い巡らす中で撮影が始まったんですで撮影の現場ではその思いがこみ上げてきて私の中で吹き上げてくる中で感極まる思いで私はその思いのままで やらせていたただきましたそういうことを考えると私はこの作品は特別な意味を持って私は私の中では捉えていますそう考えると特別な意味のあるこの作品どうぞ皆さんぜひこの作品をご覧になってそれを見て私の思いを楽しんでいただければと思っております50年一言で言いますがその当時50年前1歳の子供が今50歳なんです 私はその当時25歳でしたそう考えるとまだまだこうやって命を頂い,いている心臓が止まるまでは私もこの思いを持って夢を追いながら私はメッセージを送り続けたいと思う気持ちが今また湧いてまいりました本当にまだこうやって次を背負う未来を背負っていく子どもたちに。 この子たちに夢を託し、委ね、残していきたいなと、そういう思いもあり、どうかこれからもヒーローは永遠に死なないという石森先生の言葉を思い出しながら、ぜひこの夢を追い続けながら、私はヒーローを作り続ける大人たちがこれからもどんどんと現れてほしいと願っております。 ヒーローが日本から世界にまで影響でて発信していることを誇りを持って私は伝えてほしいなと今思いちょっと自分の中でこう、激してますけどちょっとこう、思いが込み上げてきてえ50年の一気の思いがこう出てきてしまって本当に申し訳ありませんが子どもたちに託したいと思います。頼むよな君君たたちちがここれから未未来来を作るるんんだだのの地球の未来は君たちが握ってるんだ 子供たちが宝物なんだよ世界の地球のねそれがこれから未来を作るその思いを持って影響力を与える君たちはこれからもその心をして演じてもらいたいね頼みます、はい、ます僕、はい、からお願いですいでやこれだけ言っておきたいこの「仮面ライダー」を作り続けた誇りを持ってこれ,これに携わってきた多くの関係者の方たちもうこの地上の旅を終えられた方たち そういう人たちの思いが詰まっていまだに続いてきているその人たちの思い、願いそういうことを必ずこう思い出しながらまたこれを作り続けて会社もそうだしそれに携わった多くのメディアの方たち皆さん日本が誇るべき人たちこういう皆さんのその力によって今こう50年続いてきたということを君たちは絶対忘れてほしくないんで。これからも 君たちの、そのね、思いを。これ、背中に背負ったっていう、背負っていくんだということを。もう一度再びね、肝に銘じて、頑張っていただきたいと思います。これからも続くであろう、この仮面ライダー。僕は信じてます。この仮面ライダー、まだまだ永遠に。石森先生と、いうように、ついていくであろうということを、私は信じております。確信持ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。 皆様からいただきました素晴らしいメッセージを持ちまして、本日の完成報告イベントは終了となります。改めて以上で、セイバー・全ンカイースーパーヒーロー戦記完成報告イベント終了とさせていただきます。それではキャストの皆様を拍手でお送りいただきたいと思います。本日はありがとうございました。